ダイレクト 2D は Goody、g o o およびダイレクト 3D と相互運用性のある高速かつ高精細な 2D グラフィックスを提供する API で Windows 7と Windows Server 2008 R2 以降の Windows に実装されている d a r テック x の一部である。ダイレクト 2D1.0 に関しては Windows Vista と Windows Server 2008でもプラットフォーム 更新プログラムキロバ七万9 7 1 6 4 4を適用することで利用可能である。Windows Vista 以降、ハードウェアアクセラレーションが廃止され、ダイレクト 3D 上でのソフトウェア実装となって、しまった g o d i および Windows XP 以前からソフトウェア実装であった g o d i の後継 API として位置づけられている。Windows 8および Windows RT では、 印刷機能やダイレクト 3D プログラマブルシェーダーとの連携などを強化したダイレクト 2D1.1 が追加実装されている。Windows 8.1では JPEG ユークブクラや DDS 圧縮フォーマットに対応したダイレクト 2D1.2 が追加実装されている。また、Windows 10ではグラデーションメッシュなどに対応したダイレクト 2D1.3 が追加実装されている。 これらの後継プラットフォーム上では Windows 7までのダイレクト 2D1.0 も引き続き利用可能である。次のような特徴を持っている。Windows 10アニバーサリーアップデートでは、カラーフォントなど、クリエイターズアップデートでは、SVG レンダリングなどのサポートが追加された。Web ブラウザーのインターネットエクスプローラーは、バージョン9.0以降、また Windows 向けのモジラファイアーフォックスは、 バージョン4.0以降からレンダリングにダイレクト 2D を使用して表示高速化を図っている。マイクロソフトオフィスはバージョン2010で一部の画面表示にダイレクト 2D によるアクセラレータを活用している。カナダドルソフトの JWCAD はバージョン8でダイレクト 2D アクセラレータを採用している。ダイレクト 2D はダイレクト 3D10.1。 11X 上に構築される高レベル API のため、Windows OS のバージョンによって使用可能なバージョンが制限される。下記に対応バージョンを示す。ありがとうございます。